はい、皆さんこんにちは、亀の子あたしです。はい、今回ですね、野原工芸のペンの欅の経年変化についてを紹介したいなと思います。はい、野原工芸のペンの経年変化をそっと見守る会の皆様、お待たせしました。まあ、今回ですね、自分が持っている欅の最新の様子を皆さんに紹介したいなと思うんですけど、はい、この動画なんですけど、ずっと続いているシリーズになります。まあ、ぜひ過去のやつ遡って順番にご覧いただけると嬉しいんですけど、まあ、今回初めてご覧になるよという方もいらっしゃると思うんで、まず最初ですね、はい、まあ、こんな感じの経緯で手に入れたよというのと、あとは欅についてちょこっと紹介したいなと思います。ただしこの分に関しては、このシリーズをずっと追いかけられている方にとってはちょっとおさらいになるんで、飛ばしていただいても構わないです。で、その次なんですけど、実物ボンと出してみて、これは自分の思いが入るかもしれないんですけど、まずは主観的に経年変化の方を見ていきたいなと思います。で、その次なんですけど、前回となるべく同じようなアングルと照明光の下で撮った写真があるんで、今度は写真同士を比較していきながら客観的に経年変化の方を見ていきたいなと思います。で、ラスト、まあちょこっと雑談挟むような、まあこんな感じを構成にしたいなと思うんですけど、まあ自分もまず話が長くなっちゃうかもしれないんで、まあ飛ばし出しても構わないですし、早く再生でも構わないで、なので今回も最後まで楽しく皆さんご覧いただいて、最後にいいねとチャンネル登録の方を忘れずにしていただけると嬉しいです。ということで、今回も最後までお楽しみください。それではスタートします。はい、ということでですね、まあ、この動画を収録しているのが2024年の3月の終わり頃なんですけど、皆さんどんな感じで過ごされてますか？はい、もうすっかりですね、もう春ですね。まあ、自分が住んでいる関西の方、もうちらほらとですね、まあ、桜がまあ咲き始めました。はい、まあ、卒業したよという方もね、もうそろそろ、まあ、入学、はい、まあ、楽しみだよという方もね、まあ、いらっしゃると思いますし、まあ、自分社会人なんですけどね、もうそろそろ新入社員もね、はい、まあ、入ってくるかなというふうな、まあ、今日この頃になってます。でね、まあ、今回ですね、まあ、自分が紹介する欅なんですけど、33ヶ月ということで、はい、2年9ヶ月、はい、まあ、2年もね、後半に差し掛かってきました。果たしてですね、まあ、自分が持っている欅もですね、まあ、どんな感じで変化したのかというのを、まあ、今回も最後まで楽しくご覧いただけると嬉しいなと思います。はい、ということでですね、じゃあまず最初ですね、まあ、初めての方もいらっしゃると思うんで、はい、まあ、こんな感じの経緯で手に入れたよというのと、あとは欅についてまあ、ちょこっと紹介の方をしていきたいんで、まずはですね、まあ、こちらのサムネの方をご覧ください。じゃーん、はい、歓喜野原工芸ウェブ販売再開、購入品紹介ということで、まあ、実はですね、自分はあの欅、まあ、あの2本持ってるんですよね。はい、あのシャーペンと、まあ、ボールペンなんですけど、これまずですね、自分はあのボールペンの方をあのお迎えすることができました。で、この時なんですけどね、新型シャーペンがまあ出た時で、まあ、結構今とはもう環境が変わってますね。はい、まあ、ホームページの方もまだ前の時だったんですけど、はい、まあ、その時ですね、まあ、結構ね、もういろいろとトラブってですね、はい、まあ、仕切り直しにまあなっちゃって、その時偶然、まあ、仕切り直しになる寸前にちょっとね、前に変えたっていうやつなんですけど、うん、この頃、まあ、さらにですね、まあ、今1本なんですけど、まあ、2本、まあ、3本とか、まあ、複数本買うことができた時で、はい、まあ、手前のやつがですね、まあ、これ黒書きが変えて、奥のところですね、まあ、これが旧型の、ボールペンスリムタイプの方を自分変えたんですよね。はい、ということでですね、まあ、これが、まあ、やってきた時の、まあ、これ動画なんですけど、まあ、これ の、 仕切り直しの時の、まあ、イベントの、はい、動画がこちらになります。じゃあ、はい、まあ、この時なんですね。まあ、この時に、まあ、自分実は今回皆さんに紹介するスリムタイプ、まあ、スリムタイプは今は表記ないか、はい、まあ、シャーペンの、まあ、旧型のやつですね。はい、まあ、それの、まあ、金具の、まあ、金のやつが、まあ、書いた時です。まあ、この奥のやつがそうで、これ手前のやつが、まあ、新型の、まあ、シャーペンの、これ、これ、チューリップウッドですね。はい、まあ、それの、やつになります。はい、で、まあ、これがですね、購入したのが2021年の、4月ですね。4月に購入して、で、6月にこれ届いたやつになります。割と早めに届いた感じですね。はい、で、まあ、この2021年の、まあ、6月を起点として、まあ、ずっと、動画追いかけてるような感じになります。はい、で、まあ、欅なんですけどね、これ、G で書くと、まあ、こんな感じの、まあ、難しい字になります。まあ、でも、関西の方の方はですね、まあ、こちらの、まあ、欅の字の方が、まあ、ちょっと、おってなるんじゃないかなと思います。というのもですね、まあ、地名でですね、まあ、高槻って、関西の方はあるんですよね。まあ、ここのね、まあ、G で、まあ、欅って使われてたりとか、まあ、割とね、まあ、日本人の生活にとって、欅ってね、もう、馴染みの、まあ、深い木だったりもするんで、まあ、それゆえか、まあ、結構ね、野原工芸さんね、まあ、人気なんですよね。で、野原工芸さんね、割と、まあ、いろいろと、まあ、ランキング、まあ、注文ランキングかな、まあ、人気ランキングみたいな、まあ、やられてるんですけど、欅なんとですね、まあ、そのランキングの、もう、除外、まあ、殿頭入りを実は果たしてるよっていうやつです。まあ、自分の方にもですね、まあ、やっぱり、いろいろと、まあ、どれしようかな、あれしようかなという時で、まあ、結構、欅、まあ、入ってくるかなという、まあ、受賞になるかなと思います。まあ、でもですね、自分結構ね、まあ、
もう動画で、まあ、他に星2の山桜とか星4のクワとかね経年変化やったりもしてるんで、まあ、欅そもそもやろうかどうかということで、まあ、悩んだんですが、まあ、これツイッターの頃の、まあ、まだ青い鳥の時代の時ですね。はい、まあ、このアンケート取ったところ、まあ、経年変化の動画、まあ、やるというね、まあ、希望が、まあ、多かったんで、まあ、それで、まあ、やろうかなと思った感じです。はい、まあ、この時投稿いただいた方ありがとうございます。ですね、まあ、届いてからですね、まあ、嬉しくて、まあ、こんな感じの、動画をずっと上げてますね。まあ、ここのところ、これ、3ヶ月目の様子なんですけど、まあ、今回がこれ33ですね。はい、まあ、2年9ヶ月目に、まあ、到達してるよというのは、まあ、そんな感じになってます。ですね、まあ、野原光栄さん、まあ、さっきちょっとちらっと言ったんですけど、経年変化ですね。まあ、いろんな、まあ、野原光栄さん、まあ、樹脂を扱われてるんですけど、まあ、それが星で表されてます。まあ、2024年の、まあ、今3月現在なんですけど、まあ、星1、2、3、4、まあ、4が最大級であるかなと思います。で、自分他にですね、まあ、動画、まあ、星4のクワとか、はい、まあ、星2の山桜とか、まあ、やったりしてるんですけど、まあ、この欅がですね、これ実は星3になるんですよね。はい、まあ、星3も結構、まあ、珍しめだったりもします。で、まあ、そうですね、まあ、経年変化が、まあ、そんな感じで星3でもありの、まあ、さらにですね、まあ、そういうふうな地名とかで使われてて、まあ、日本の生活にまあ根付いてるし、まあ、人気だったりもするんで、はい、まあ、ぜひですね、まあ、今回の動画、まあ、欲しいなって思われてる方は参考とかにまあ割としていただけるといいかなと思ったりもします。はい、ということでね、じゃあ前置きはさておきですね。じゃあ実際にですね、まあ、33ヶ月だった、まあ、シャーペンの方と、あとはまあボールペンの方もですね、まあ、同時に出したいなと思います。はい、まあ、それらがまあこちらになります。じゃーん。はい、まあ、ボールペンの方がまあ先に届いたんで、まあ、ボールペンの方はですね、まあ、もうちょっとまあいってるような感じなんですけど、まあ、こちらがですね、まあ、これがボールペン、まあ、ノック式のやつで、これスリムタイプのボールペンです。まあ、もうちょっと太いスタンダードタイプっていうのもあるんですけど、まあ、これスリムタイプのやつで、はい、で、まあ、こちらがですね、まあ、球型ですね。はい、まあ、先っぽがまあこんな感じでまあ収納できるんですけど、先っぽがこんな感じで砲弾型になってまあスライドになってる。はい、まあ、これが旧型の特徴です。で、まあ、クリップもね、まだまあボテッとした時の時代ですね。まあ、今は三蔵クリップっていうやつに、はい、まあ、ここのところになんかマークがついてるやつとかにまあ変わったりもしてるんですけど、はい、まあ、これをずっと使ってるような感じになります。で、厳密にですね、まあ、シャーペンと径を合わせたい場合は、まあ、スリムタイプのボールペン、行かれるといいんじゃないかなと思います。まあ、中が樹脂タイプのまあリフィルになって、スタンダードタイプの方は金属になるので、まあ、ちょっと重量があるよというような、まあ、そんな感じになってます。これフリクションとかもね、まあ、入れることができたりとかもするんで、まあ、その辺入れたいなという方はまあいいかなと思います。まあ、こんな感じ合わせて持ちたかったんで、まあ、自分は金の金具を、まあ、合わせたかったんで、まあ、スリムタイプをやって、まあ、金の金具同士でまあこんな感じで合わせてるんですけど、そうですね、まあ、これがまあ33ヶ月、まあ、ずっと使ってたんですけど、そうですね、まあ、星3っていうのがちょっと個人的にですね、どうかなっていうぐらい、あまりまあ個人的にはまあ変化してない感じになります。はい、まあ、付けのですね、まあ、目立つところにまあこういうふうにまあ立ててるんですけどね、まあ、それをまあことあるごとにまあこういうふうにまあ取ってですね、まあ、書いて、まあ、たまにまあ自分使ってる感じなんですけど、そうですね、もっとですね、もう四六時中ずっと握りしめてる、まあ、使い続けてるという方はもっと経年変化の方進むかもなんですけど、うん、個人的にはそうですね、まあ、そこまでまあ変化してないんですけど、まあ、これがまあある一つの例としてね、まあ、皆さん捉えていただけると嬉しいなと思います。まあ、その辺もっと変わるじゃないかという方もいらっしゃるかもなんですがね、まあ、一つのね、まあ、例としてまあお手柔らかに捉えてくださいね。はい、というような感じで、まあ、こんな感じで、まあ、変化してって、そうですね、まあ、ここ最近の、まあ、1、2ヶ月で、まあ、すごい変わったかと言われると、まあ、そんなに変わってない感じですけど、まあ、初めから比べると、まあ、若干変わったかなという、うん、まあ、若干な感じですね。うん、個人的に星3というのがちょっと、まあ、謎な感じだったりもするんですけど、まあ、その辺は今からですね、まあ、前回となるべく同じようなアングルと照明光のもとで撮った写真ですね、まあ、それを比較していきながら見ていくと、まあ、なんとなくわかるんじゃないかなと思うんで、まあ、そちらの方ですね、まあ、今からチェックしていきたいなと思います。はい、ということですね、まあ、これがですね、まあ、0ヶ月目の時の様子です。まあ、左右に出したんですけど、まあ、この右側ですね、まあ、ここのところをずっとカウントアップの方をしていきたいなと思います。はい、0、1、2、3、4、5、6、これ半年ですね。で、7、8、9、10、11、12、これが1年です。で、13、14、15、16、17、18、はい、まあ、これが1年半です。で、19、20、21、22、23、24、はい、これが2年です。で、25、26、27、28、29、30、これ2年半です。で、31、32ときて、今回の33ヶ月目こんな感じになりました。
じゃーん、はい、ということでね、まあこれ32、33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 、
半年、まあこれが1年で、まあこれが1年半で、まあこれが2年、2年半ときて、まあ今回の33と、はい、まあこんな感じになります。まあ直近ちょっと変わったかなみたいな、まあ感じはするんですけど、そうですね、初めから比べると、まあ大きく変わってるかというと、まあそこまで大きくはまあ変わってないような感じになります。まあこれがまあ30ヶ月目のとのまあ比較になって、はい、まあこれがまあ24ヶ月目のまあ比較になります。はい、でまあ、さらにまあ取っていって、まあ、これが1年半の時のまあ比較になります。ですまあ、さらに取って、まあ、これがまあ12ヶ月1年の時との比較です。でまあ、さらにまあ取ってみまして、まあ、これがまあ6ヶ月目との比較になります。まあ、ちょっと溝がね、まあ、この同管のところなんですけど、はい、まあ、そこのところ、あの模様のところがまあちょっと濃くなってきてるかなみたいな感じです。あと黄色みもね、まあ、だんだんちょっと取れてきたかなという感じですね。はい、ということで、ですね、まあ、これさらにとって、まあ、最初の時と比べてみると、まあ、ここまでまあ変化してるよという感じになります。はい、まあ、こういうふうにはまあ段階を踏んでまあ見ていくと、まあ、確かにまあ変わってるけど、まあ、そこまで大きく変わってるかと言われると、まあ、ちょっと謎なとこですね。まあ、個人的にはですね、まあ、そうですね、クワの方が、星4のクワの方がまあ結構見た感じもおっていうふうにまあ変わったりもするんで、まあ、経年変化をすごい追いかけていきたいという方は、まあ、個人的に、野原工芸のクワを個人的にお勧めしたいなと思います。はい、ということでですね、まあ、この先もですね、まあ、ずっと追いかけていけるだけ、はい、まあ、追いかけていこうかなと思うんで、まあ、ちょっとずつの変化ですけどね、はい、まあ、ね、ゆっくりの変化、優しく見守ろうという方は、まあ、ぜひ、応援の方していただけると嬉しいですし、まあ、今回の動画はですね、まあ、いろいろと、まあ、選ぶときの、まあ、参考になれば嬉しいなと思います。はい、ということで、ね、じゃあ今からですね、まあ、ラストなんですけど、まあ、野原工芸さんね、まあ、最近の近況とかですね、まあ、その辺を、まあ、紹介したいんで、まあ、ちょっと紙の方出しましょうか。はい、まあ、紙の方を出してみて、じゃあですね、まあ、せっかくなんで、まあ、このペン使いながらちょっと書いていきたいなと思います。はい。はい、まあ、こんな感じで、まあ、これがシャーペン、まあ、これがまあボールペンなんですけど、書くことができます。これね、まあ、ちょっとこのカチカチ感がもうちょっとね、音がいい感じで、まあ、するのが、まあ、あれですね、スタンダードタイプなんですけど、ちょっとこのスリムタイプ、ちょっとノック感が個人的に、もうちょっとね、手応えがあれば仲いいかなと思うんですけど、まあこんな感じになってます。はい、ということですね、まあ野原工芸さんなんですけどね、まあ主にですね、まあ手に入れる方法、まあ3タイプあるんじゃないかなと思います。まあ1個がですね、まあ本店の方にまあ来店する来店予約で、もう1個がですね、まあウェブの販売イベントですね。はい、まああとはですね、まあ野原工芸さんがまあ契約されているお店がまあ何店舗かあります。まあ野原工芸さんはまあ長野県にあるんですけど、まあその長野県界隈でまあちらほらとね、まああったりとか、あとはですね、東急ハンズさんとか、まあ、扱われたりもしてます。まあ、結構今はいずれも、抽選販売とかがあったりとかもするんで、まあ、当たるか当たらないかみたいなところではあるんですけど、まあ、この、他のね、契約されてる店舗の方も、ちょっと、まあ、チャンスだったりもするんでね、まあ、そっちの方がもしかしたら当たるかもしれなかったりもするんで、まあ、どうしても手に入れたいという方は、まあ、こちらの方も、まあ、随時いろいろとやったりもしてるんで、まあ、チェックの方してみるといいんじゃないかなと思います。でね、まあ、今回はですね、この来店予約と、まあ、ウェブ販売のところなんですけど、はい、まあ、これ次、いつあるかというとですね、これ両方、なんと今回同じですね、まあ、5月に、あるようです。まあ、詳しい日時の方もまだわかんないんですけど、また近づいてきたらですね、まあ、もっと詳しいアナウンスがあるんじゃないかなと思います。で、来店予約はね、昔は結構電話でもうすごい争奪戦だった感じなんですけど、もう最近はですね、もうハガキにまあ落ち着いてるかなと思うんで、まあ、今回もハガキなんじゃないかなと思います。はい、まあ、ハガキの方がね、まあ、抽選、まあ、フェアだったりもしますし、はい、まあ、結構ですね、まあ、混乱とか、まあ、それもまあ、落ち着くんじゃないかなと思うんで、まあ、今後ずっと個人的にハガキで、まあ、ずっと行かれるんじゃないかなと思ったりもします。ですね、まあ、これ5月にあって、まあ、いつからいつ分を取るかというと、これが2024年の7月から9月分まで、はい、まあ、取られるようです。まあ、ちょうどこれね、夏休みの期間中ですよね。はい、で、あとはですね、野原工芸さん、長野県の豪雪地帯にあります。まあ、冬のシーズンはかなり大変だったりもするんですけど、まあ、夏はその心配もなかったりもしますし、
もう夏休みということも相まってですね、かなりですねこれ、応募数多いんじゃないかなと思うんでね、まあ、ちょっと激戦かなって個人的には思うんですけどね、もうこれ当たった方はもうラッキーですね。はい、というような感じの、まあちょっと5月のところにあったりもするんで、まあぜひまあこの時行きたいなと思われている方は、まあちょっと注意の方していただけるといいかなと思います。あとはですね、ウェブ販売ですね。はい、まあこれが5月にあるんですけど、これ届くのが、まあいつかというと、2024年の7月から12月分。はい、まあ上半期分じゃなくて、下半期分ですね。はい、下半期分に、まあ、届くというのは、まあ、そんな感じになってます。まあ、たまに、勘違いして、5月に頼んで、もう、数日で届くんじゃないかな、みたいな感じでワクワクされてる方はいるんですけど、はい、これ、7月から12月です。もう、すごい早い方で、まあ、7月、遅い方でもう、12月まで、かかったりもするんでね、もう、気長に、まあ、その辺、待つといいんじゃないかなと思います。あとは、なんかね、注文番号すごい気にされてる方もいたりもするんですけど、自分がもしですね、まあ、確認だとしたら、まあ一回このオーダーを全部見てみて、よく似た樹種をもう一気に削るかなと思うんですよね。もう木を削るたびになんか刃を変えてみたいなことはあんまりなんかないかなと思ったりもするんで、まあその辺も気長に待つっていう風なスタンスが、まあ個人的に大事なんじゃないかなと思います。支払い方法結構ね、まあいろいろややこしかったりもしますし、ちょっと慣れてない方はまあ大変だったりもするんでね、まあその辺注意必要かなと思うんですけど、まあ支払いさえすれば、まああとはゆっくり待っていれば、まあ届くかなと思うんでね。はい、まあそんな感じの、まあウェブイベント、まあこれが5月あるんでね。はい、まあいずれもちょっと注意が必要かなと思うんですけど、まあ次回、まあ動画上げる4月ですね。はい、まあ4月はもうゆっくりもう皆さん花見してね、はい、待っておいて、あとはまあ樹種何にしようかなみたいな感じで、まあ選んでいただけるといいかなと思います。まあ今回の動画をまあ見返したりとか、あとは自分他にもですね、まあ星2の山桜とか、まあ星3の、あ、まあこれが星3の欅ですね。で星4のまあ桑とかも動画後で紹介してるんで、まあ合わせてですね、まあ比較していきながら、まあ見ていただいて、まあ参考にしていただけると嬉しいなと思います。はい、であとはですね、まあちょっとね注意なところなんですけど、どうやらですね、まあ、最近ちょっとこのウェブ販売見てるとですね、なんかね、次回からですね、なんかピンナンバーというか、なんか、はい、まあ、ピンコードがちょっとメールに送られてきて、まあ、その番号を入れるとログインできるみたいな感じの、ちょっと仕様変更がね、あるみたいなんですよね。まあ、これがですね、まあ、今回ちょっと新しいところなんじゃないかなと思います。またそういうところちょっと増えてくるかもしれないんですけど、まあ、ちょっと最近あってなったところはそこなんですよね。不正がちょっとあったのかな。なんかいろいろそういうのもあって、まあ、どんどんなんかね、まあ、一個とかなんかいろいろ規制とかもあったりも、まあ、あったり増えたりとかもまあしてきてるんで、まあ、この先もなんか増えてきそうなんですけど、ちょっとそこでまた混乱が起こりそうな気がします。まあ、メールアドレス、もうすでに皆さん、結構届きやすいやつ登録されてるとまあ願ってるんですけど、ちょっともしかしたらそのコードが届かないみたいなことで、またちょっと人波乱ね、なんかメールアドレスによってはあるかもしれないんで、今一度ですね、ちゃんと届くメールアドレスでね、まあ、登録し直すっていうことが、まあ、個人的に大事かなと思います。あとはですね、パープルハート、キングウッド、シーオークっていう、まあ、人気の樹種もちょっとね、まあ、昨今の事情で値上がりしてるところもあったりもするんで、まあ、その辺もね、まあ、ちょっと注意が必要かなって思ったりもしました。はい、というようなね、まあ、感じが、まあ、近況になります。はい、ということですね、まあ、今回の動画は、まあ、これで終わりにしたいなと思います。この動画が良かった、参考になったよという方は、ぜひ、グッドボタンを、で、チャンネル登録の方もよろしくお願いします。で、他にもですね、いろいろ面白い動画とかアップしたりしてね、見ていただけると嬉しいです。ということで、今回もありがとうございました。バイバーイ。